ペンスキー PC-1 はペンスキーが開発したフォーミュラワンカー。1974年から1975年の F1 世界選手権に投入された。デザイナーはジェフ・フェリーズ。マーク・ダナ・ヒューとジョン・ワトソンがドライブし、12戦に出走した。PC-1 は1976年シーズンにはペンスキー PC-3 にとって変わられた。ペンスキーレーシングは アメリカ合衆国の実業家であるロジャー・ペンスキーによって1968年に結成された。同チームはホーミュラ1で優勝を記録した最後のアメリカを拠点とするチームである。1973年、ペンスキーはイギリスのドーセットシュープールにあったショー、レーシングカーマニファクチャラーのマクレーカーズ・リミテッドの施設を購入した。マクレーカーズは ニュージーランド出身のレーシングドライバーであったグラハム・マクレイによって設立された。わずか6人で始まったペンスキーレーシングはポルシェのカンナムチームマネージャーであったスイス・ハインツ・ホーファーをイチマネージャー、ジェフ・フェリスをチーフエンジニア及びデザイナーとして起用した。チームの仕上げは1974年半ばにイギリスの事業に加わった。 ペンスキーの長年のチーフメカニック及びエンジンビルダーであったカールカインホーファーの加入であった。1974年の夏の終わりまでにチームはアルミモノコックシャシーにフォードコスワース DFV エンジンとヒューランド FG400 ギアボックスを組み合わせた最初の車 PEC1 を発表した。ペンスキーレーシングはその年の9月モスポートパークで行われた カナダグランプリでフォーミュラ1にデビューした。チームはドライバーに以前にインディカーをドライブし、チームマネージャーを務めていたマーク・ダナヒューを起用した。ダナヒューは1973年の終わりに、モータースポーツから引退していたが、ペンスキーの F1 チームで現役に復帰した。ダナヒューはかつて1971年シーズンに、ペンスキーがスポンサーを務めたマクラーレンで、1に参戦し、 カナダグランプリとアメリカグランプリに出場している。PC1 は1974年カナダグランプリでデビューし、ダナヒューは予選を24位で通過、決勝は12位となった。次戦のホームグランプリである1974年アメリカグランプリでは予選14位、決勝はリアサスペンションのトラブルでリタイアとなっている。チームペンスキーは1974年にポイントを 獲得することはできなかった。ロジャー・ペンスキーは1975年に PC1 でフルシーズン参戦を計画したが、ペンスキーチームにとっては難しいシーズンであり、ダナヒューにとっては悲惨なシーズンとなった。1975年開幕戦はアルゼンチングランプリでダナヒューは7位に終わった。第2戦ブラジルグランプリではダナヒューはハンドリングトラブルで、 リタイアとなった。南アフリカグランプリは8位となった。スペイングランプリでは、ダナヒューは、ヘスキズのアラン・ジョーンズと共に、ティレルのジョディ・シェクターが撒き散らしたオイルに乗ってクラッシュし、リタイアとなった。モナコグランプリではアクシデントで、リタイアとなっている。ベルギーグランプリでは、アクシデントの後レースを放棄している。ベルギーグランプリでは11位となっている。 第7戦スウェーデングランプリでは5位となり、ポイントを獲得した。次戦のオランダグランプリで、ダナヒューは8位に終わった。フランスグランプリでは、トランスミッションのトラブルで、リタイアとなった。PC1 の投入は、フランスグランプリで終了し、ペンスキーは続く3戦をマーチ751で、戦った。ダナヒューは、オーストリアグランプリの最終プラクティスセッションで、大クラッシュし、 重度の脳震盪を負った。彼はサーキットですぐに意識を回復したが、病院で意識を失った。脳への圧力を和らげるための緊急手術は成功せず、彼はこの怪我が原因で死亡した。この事故ではトラックマーシャルも死亡している。ペンスキーはイタリアグランプリを欠場し、アメリカグランプリに出場することを決めた。アメリカグランプリでは新しい車、 ペンスキー PC3 がマーチに代わって投入され、ドライバーはジョン・ワトソンが起用された。ワトソンはプラクティスと予選で PC3 を使用し12番手となったが、技術的問題のため決勝ではスペアマシンの PC1 を使用しなければならなかった。ワトソンは PC1 をドライブして決勝は9位となった。チームペンスキーは1975年に2ポイントを獲得した。 ありがとうございます。